本日大学入試の結果発表があります。中国で大変注目されているこの結果について、多くの受験生と保護者が緊張しながらも心待ちにしています。この入試を受験生と保護者はどう見るのでしょうか。入試は僕にとって人生を変える近道です。あなたはどうですか。あ、うちは親が金持ちじゃないので入試だけがチャンスです。うちの孫娘にはうまくやって出世してほしいです。この社会では大学を出ないと肉体労働で稼ぐ羽目になって、ロンドン偉い違いですよ。全く嫌になる。いい大学を出るのは重要です。いい大学を出た方が初任給も待遇もいい。厳しい競争社会ですからね。大卒じゃないと面接にもありつけませんよ。うちの息子入試で600点超えたの。ジャルイ、試験結果が出てるかネット見てみて。え、早めに出てるの。お兄さんが教育局に勤めてるんだから。まだ出てないみたいだよ。あ、そう。ねえ、分かったら電話してね。忘れないでよ。分かってる。それもう3回言ってるし。そうね。普段からいい点取ってるんだから信じてるわよ。主任、まだ調べてるんですか。ええ、結果はもうすぐ出ますから大丈夫ですよ。お嬢さんはいつもクラスで1番か2番だし、入試も絶対バッチリです。のし袋ももう用意しましたからね。受かったらお祝いするから、みんなもぜひ来てちょうだい。いいんですか。まあ、もちろんよ。もしかしたらお祝いが2つになるかも。え？そこ営業部長の椅子空いてますよね。資格と業績からすれば修主任が一番適任じゃないですか。そうね。あら、そうかしら。みんな来てくれ。この度営業部長になったリー・ジャーチだ。こんにちは。新しい部長。みんなよろしく頼んだよ。リー・ジャーチです。よろしくお願いします。こちらこそ。以上だ。さあ、もし場に戻って。はい。ああ、はい。修主任。はい。リー部長を案内して。かしこまりました。お願いします。ではこちらへ。ねえねえ、イエファ、来て来て。うん。あのね、さっきのリーって人、会社に入ってまだ2年なのよ。うん。なのにもう部長なんかに昇進したの。業績はいいけど修主任ほどじゃない。でも名門大学出身らしいわ。ああ、なるほどね。修主任は確かに能力は高いんだけど、所詮短大しか出てないのよね。うん、名門大学卒の人とはまだこれだけ差があるのよ。ねえ、これって優遇じゃない。そうね。これでやっとわかったわ、ことわざのただ学問のみが高尚であるの意味が何なのか。物知りぶらないでよ。あなた顧客のアポなかった。ああ、そういえば。失礼します。ジャルイ、結果出た。何？入試の結果が発表され、新たに最優秀生が誕生しました。河北省の最高得点者は文系理系とも編集高校出身だったそうです。北京大学と清華大学に6月22日決して泊まりがけ訪問に招待されました。後ほど詳しくお伝えします。受け直すのよ。
あなたの将来のためにも一流の国立に入らなきゃ。ママ、そんなのやだ。なんですって？受け直したくない。一体何を言っているの？あなたは我が家の期待の星なのよ。わかってる？パパもママもあなたのために必死に働いてるの。ちゃんといい大学に入って将来幸せになってほしいから。なのに受け直したくないですって。がっかりだわ。もういいだろう。まず食事をしよう。あと2点あれば一流に行けたんだ。別に普通の大学でもいいじゃないか。それで同じ価値が得られる？まともな企業は普通の大卒なんてもう相手にしないわ。中国はそういう国になったの。官僚と金持ちが全部牛耳ってる。うちにはお金もコネもない。ちゃんといい大学に入らないと一生人の下で働いていじめられこき使われるのよ。わかってる？いとこのシュータを見なさい。一流に受からなかったらあんなに成功してるかしら。頭で働くは支配者、手で働くはしもべ。将来いい就職をして人によく見られたかったらいい大学に受からないと。運命を変えるにはそうしなくちゃ。なんでいい大学に入るしか言わないの？私の気持ち考えてくれたことある？今までずっと自分の夢や目標なんて持てなかった。いつも勉強する機会みたいでママの言う通りにしてたけど、私はママの操り人形じゃない。ジャール、もう試験は受けない。別に私は清掃員でもいい。ジャール、ママになんて口の利き方だ。何その態度は。一人前になったつもり？もういい、信じられないわ。飯の後に話そうな。あの子に決めさせちゃダメ。さあ畑仕事よ。終わったら帰っていいわ。はい、姉さん。ジャーリー、ほら、お水飲みにおいで。メンフィ、ジャーリーにこういうのは無理よ。呼びに行って、無理させたらダメよ。心配ないわ、母さん。いつまで持つか見るのよ。そうそう、姉さんはちゃんとわかってるわ。ママに意地を張らないで。あなたのためだから追試してほしいのよ。よく勉強して教育を受けて楽な仕事に就くの。おばあちゃんみたいにならないで。毎日夜明けから日が暮れるまで日に当たって畑仕事なんて大変よ。わかる？さあ仕事。
らね、あなたにこういうのは無理。さあ、するよ。保護者の皆様、近年全国入試の受験生の数が年間900万人を超えています。全国の高校生が一斉に狭い木の橋を渡ろうとしているのです。一点差でお子様の人生が決まることもあります。私たち親は誰もが我が子の将来を思っています。我が子を一流の国立大学に入れることが大切です。それが立身出世の一歩になるのです。そのため期末試験はとても重要です。好成績を上げた学生は来学期から仲裁クラスに編入し、当校最高の指導を受けられることになります。一流国立大学への進学率はほぼ 100% で、およそ半数が名門大学に入ります。ですからお子様が良い大学に入ることをお望みであれば、私どもとぜひ緊密にご協力いただいて。ママ、うん、今日は仕事ないの？来て。仕事は辞めたの。今日から通識期間中ずっとそばにいる。ジャルイ、体調が悪いのにまだ徹夜してるなんていいのよ、限度は分かってるし薬飲めば平気よ。相変わらず勝ち気ね。ジャーロイに将来偉くなってほしい気持ちはわかるわ。でも私たちは自分の運命を握っていない。理想や夢を抱くのはいいことだけど、成功させるのは私たちじゃない。私は昔宿命を信じてたけど、大人になって神様の御言葉を読んで真理が少し分かって、運命のことがよく分かってきた。人の運命は神様次第、それが真実よ。神様が前もって決められる。うん、天が人の運命を決めるって言うけど、全くその通りよ。でもそういうみんなが神様を信じてる？みんなじゃない。ええ、信仰に関わらず、現実社会を知ると、みんなそうやって言うのよ。天が人の運命を決めるっていうのが本当である証拠ね。うん、天が人の運命を決めるのは確かね。その通り、私もそう思う。うん、でも人間は努力しなきゃ。親が子供の勉強のことで励ましも後押しもしないのは無責任よ。うん、
人間はどんな時でも正しい方向性を持って努力しなきゃいけないと思うの。目標を達成しなくても精一杯頑張ったなら後悔しない、うん、親なら子供への責任を果たす努力をするべきよね。でも最終的な結果は私たちが決めるんじゃない。神様を信じて御言葉を読めば真理が分かって物事が見えてくるわ。人事を尽くして天命を待つ、そして自然体で行けば気を楽にして暮らせる、うん、天が人の運命を決めることが分かれば責任の果たし方も分かる。どのような結果になったとしても天を責めず神様に感謝するの。全くその通りね。真理が分かれば物事が見えてくる。神様を信じるべきね。ええ、ねえ神秘。何？本を読みたいから貸してくれる？神様をどう信じ、真理がどう人のためになるのか知りたいの。分かったら信じるわ。いいわ。それじゃあ今晩持ってくるわね。いいわね。はい。ファン先生。何？院長がお呼びよ。何のご用？研修休暇のことで。分かりました。今行きます。新品。何？研修休暇から戻るのはいつ？大体半年後よ。ああ、体に気をつけてね。ええ。ジャルイは来月クラス分けがあるんだって？ええ、そうよ。私やるわ。うちの鉱山のパン主任が。あの太った？うん。ああ、息子を秀才クラスに入れるためにどっかのお偉いさんに袖の下何万も出したとか。うちもそうした方がいいかな。残業すればもっと稼げるし。よしましょ、そんなずるいこと。チェン先生がジャールイは物理がまだだけど大丈夫だって。個人指導を受ければ秀才クラスには入れるはず。授業料がちょっと高いけど。最近の教師は普段の授業で大事なことを教えず個人指導で余計に金を取る。両親のかけらもない。ええ、堕落した社会よ。コネや地位がないと生きていけない。ジャールイもいい大学に受からなかったらどうなることか。でも追試料は高いし、いずれ大学でも金がいる。俺たちの貯金じゃ賄えない。俺が残業してもっと稼ごう。お金はもっともらえても危ないわ。大丈夫だよ、気をつけるから。ジャールイの明るい将来のためなんだ。ちょっと仕事を増やすぐらい平気さ。ええ、そうね。でも私も魚になれたら最高なのに。ジャルイ、シャオメン。何？物理の練習問題、先生から渡された。ああ、また物理？クラス分けテストの物理ってかなり難しいのよね。優等生のジャルイにも難しいって？ああ、ふざけてる。お前も補習行く？一対一だろ。ちょっと、ジャルイがママにどれだけ期待されてるか知ってるでしょ？これ考えただけで頭痛い。ジャールイ、大丈夫？なんか随分顔が青いわよ。おい、落ち着け。テストはいい手がある。どうするの？ほら、こうすればいいんだ。まあ、答え！タイミング！ダメよ、そんなの。でも、大学でも大学院でもみんなやってるんだぞ。なんで俺たちはやっちゃダメなんだよ。それはそうね。考えてみろ。みんながズルしてるのに、やらないと損だろ？うん、ああ、いい点取れるならやり方なんて。そうだ、いいな。これは内緒だ。先生にはバレないように、
出しなさい。校長室に来なさい。あ、おかえり。ママ、ママ、ママ。おい、一体どうしたんだ？この子に聞いて。ママ、ママ、クラスのみんなも。何があった？ママ、だってクラスのみんなもやってたから、私も。人のズルは止められない。でもあなたはうちの子よ。こんな不道徳なこと許しません。実力で勝負しなさい。ズルしたらそのうち絶対バレるのよ。でも秀才クラスに入れないんじゃないかと心配で。ズルは絶対ダメ。あなたの成績なら入れるはず。どうしてズルなんか。もう学校中が知ってるわ。恥をさらして、もう秀才クラスに入れないわよ。一流大学どころじゃない。いつも一流一流って。私の成績や受験のことしか考えてないの？秀才クラスに入ってほしいのが悪い？いい大学に入ってほしいのが悪い？おいおい、感触を起こすな。どうして凛ちゃんみたいになれないの？あの子は一日中勉強してテストではいつも一番よ。でもあなたは悪い癖ばかり覚える。本当にがっかりだわ。そうね。ママはいつもよその子ばかり褒めて、私はいつもダメ。リーがそんなに可愛いならリーのママになったらいいじゃない。ジャル、どこに行くんだ。メフィ、どうしたんだ。メフィ、ママ。メフィ、ママごめん。秀才クラスに入ってほしかったけど、そのやり方はいけない。実力でやらないと。誠実さは技巧に勝るっていうわ。物事を正直に行えば、人に陰口を叩かれたりしないでしょ。さあ、座って。ママに厳しくされて辛く感じるのはわかるのよ。ママたちはあなたぐらいの頃貧乏で大学に行けなかったの。人の下で力仕事するだけ。あなたにはそんな苦労はさせたくない。中国はそういう社会なの。コネも地位もない私たち庶民は賄賂なしに普通の仕事は持てないし、それもいつまで続けられるか。そのためには新年と祭りの旅に贈り物が必要になる。無理に勉強させるのはあなた自身のためよ。今これぐらい苦労しないと将来もっと苦労するわ。ジャール、厳しい運命から抜け出すにはいい大学に入るしかないのよ。わかったわ、ママ。Choir, C-H-O-I-R, choir. Chord, chord, chord. Triangle, chubby, chubby, plump, plump. Thin, thin. Circuit, circuit. もしもし。ああ、奥さん。はい。大変です。ご主人が鉱山で事故に。医者は命が危ないと。すぐ病院に来てください。あなた頑張って。あなた
本兵、ここまでです。本兵、あなた、先生、主人に何があったんです。出血がひどくて命が危ない。覚悟はしてください。手は尽くしますが、輸血の準備だ。どうか息子を助けて。あ、母さん、お母さん、しっかり。ジャールに電話して、パパに会いに来るように言って。だって。でも、ジャールは再来週試験が。事故のことを知ったら集中できなくなるわ。親の命よりも試験の方が大事なの。本身にもしものことがあったら。貸して、私がかける。母さん、母さん。ねえ、母さん、ダメよ、電話しちゃう。そんなことをしたら、本瓶たちの今までの苦労が水の泡になる。母さん。母さん、泣かないで。ええ、回復が遅いの。観察入院が必要で、時間もかかりそう。ママ、じゃあこの話はまたね。ママどうしたの？疲れた顔して。ううん、大丈夫よ。もし、よく頑張ったわね。うん、先生は普通に実力を出したら有名なところも受かるって。うん。パパ、この頃どうして残業が多いの？そういえばパパから伝言、もうすぐ試験だから勉強頑張れって。ジャルイ、落ち着いていつも通りやるのよ。じゃあ行くね。うん。急いで提出しないで、答えを確認してよ。うん、分かってる。さあ。ジャール、来てくれたか。大丈夫？大丈夫だ。ここのところ一番苦しんだのはママだ。じゃあもうすぐ退院できるのね。うん、あと数日で発表だって。ええ、うん、ね、今度はきっといい手いいよ。
ジャールイ、ジャールイ、成績出たの？ジャールイ、どうだった？パパ、ママ、二人が私を思ってくれて、私の将来のためにすごく心配してお金もかけてくれたのはよくわかっています。ママはいつも私にとても厳しかったけど、それは私のためを思ってのことだといつも分かっていました。でもそんな愛情のせいで私はやりたくないことをさせられています。もうこれ以上耐えられません。この 2,3 年間ひどいプレッシャーでよく頭痛や吐き気がしたし、恐怖と不安のせいで頭がおかしくなりそうで、もう壊れそうです。こんな風に生きていても苦しいだけ、先が見えないのにこんな苦しんで何になるの？私はもう疲れました。どこか静かな場所を見つけて休みたい。パパ、ママ、ごめんなさい。期待に添えない娘で本当にごめんなさい。娘さんは命に別状はありません。起きたらもう少し観察して、異常がなければ退院できます。ありがとうございます。ごめん。ママのせいね。もう追い詰めたりしないから。どうしてこんなことになったの？あなたは利口な子なのに自殺しようなんて。バカな私、自分の娘のことさえわからない。どうしてこんなバカなこと。まさかこんなことになってしまうなんて。私のせい、みんな私のせい。
自分を責めるな。俺たちは世間のせいでこうなった。暗くて悪のはびこる社会だから、俺たちは自分たちが苦労したからこの子に勉強させた。それは間違ってない。ジャールイが無事でよかった。これからは自然に行こう。もう無理には勉強させない。ジャールイ、起きたのね。ママ、ごめん。一流の国立大学受からなかった。そんなことはもういいの。健康で無事ならそれでいいの。ごめん。またママをがっかりさせて、自分が許せないよ。悪いのはママよ。あなたの気持ちが分からず、無理に勉強させてママが悪かった。ママのせい。ごめんね。ジャールイに将来偉くなってほしい気持ちはわかるわ。でも私たちは自分の運命を握っていない。人間は自分の人生においては自分が無力であり絶望的であること、他人に卓越する機会や希望はなく運命を受け入れるほかないことを知っています。そうしたわけで人間は自分の希望や叶うことのなかった願望、そして理想をすべて次の世代に期待することで、自分の子孫が自分の夢を叶え願望を実現することを望むのです。そして自分の娘や息子が家の名に名誉をもたらし、重要人物や富豪、有名人となることを望みます。つまり人間は自分の子に幸運を願うのです。人間の計画や幻想は完璧ですが、自分に生まれるこの人数や自分の子の容姿、能力などを自分で決めるということはできず、ましてや自分の子の運命は自分の掌中にはないということを知らないのでしょうか。人間は自分が自分自身の運命の主ではないにもかかわらず、若い世代の運命を変えることを願い、自分自身の運命から逃れる力が全くないにもかかわらず、自分の子供の運命を操ろうとします。人間は自己を過信していないでしょうか。これは人間の愚かさと無知さではないでしょうか。もしもし、神秘？ねえ、真意？ん？あなたのおじさんが建てたこの山荘、すごく静かね。ええ、普段はお客さん来ないの。時間があったら、ジャールイと一緒に来て。気分が良くなるわ。うん。あなたたちは話してて、ジャールイとシャオチンを見てくるわ。ええ。私は知識が
人の運命を変えると信じてジャールイに勉強を無理強いしてた。有名大に受かって将来出世できるようにって、まさか我が子を。自殺寸前まで追い詰めるなんて血の教訓だわ。ええ、人の運命は天が決めると分かってても、うん、無意識に運命に逆らおうとしてた。娘の運命じゃないのに、とにかく一流大学にこだわってた。嫌なことを押し付けてたのよね。人が神を信じず真理が分からなかったら何回馬鹿げたことを繰り返すのかしら。ジャールイは私の一人娘、その子を死なせるところだった。どうしてこんなに愚かで無知で混乱してたの？こんな混乱した生き方をやめるためにも神様を信じないと。言葉は肉において現れるを読んで、語り方がとてもいいと思う。実際的だし、読むと真理が分かってきて、人の運命はその手の中とか、知識が運命を変えるといった考えは間違いのようね。人の成功も失敗も、富も貧困も、生死、祝福と災いも不可思議な形で予定されてて、私たちには支配できない。全て神様が管理される。ええ、そうよ。本当にそうよね。実際人はどんな仕事をしても、どんなに大変で疲れる暮らしをしても、大切なのは霊的な充実と平和と喜びで、それが揃って本当の幸せがある。メンフィー、ジャールイの勉強の一件で、あなたは天が人の運命を決めることを体験した。真理を理解して何が得られるかもう分かったでしょ？うん。神様を信じず、サタン的な哲学に頼って生きるなら、苦しみは大きいわ。神様を崇拝し、真理を理解し、何事においても祈り神様に従えば、人生の正しい道を歩める。御言葉を毎日読めば、真理がもっと分かって神様に従い崇拝することを学べるし、いつも神様の導きや恵み、そして加護をいただけるわ。実に大きな恵みよ、うん、神様を信じない人を見て。運命に逆らって運命を変えようと知識を求める人たち、みんな職場や社会や政界で争ってる。ただ生き延びるために。そして過労で体を壊し、命を危険にさらし、結局は死んでしまう。ボロボロになる惨めな生き方よ。ええ。言葉は肉において現れるをもっと読めば、神様がいかに人の運命を支配し人類を救われるか、人にどんな美しい終着点を用意されたかわかるわ。うん。御言葉朗読のビデオを見ましょう。ええ。座って。ジャールイ、シャオチン、ママ。おいで。ビデオを見ましょう。あ、うん。果てしなく広がる宇宙に、どれほど多くの生ける者たちが一つの普遍の規則に従って生き、命の法則に何度も何度も従って生き再生しているのか。死ぬ者は生きる者の物語を抱えて行き、生きている者は死んだ者と同様の悲劇的な歴史を繰り返す。そこで人類は自問せずにはいられない。なぜ私たちは生きるのか、そしてなぜ私たちは死ななければならないのか、誰がこの世界を支配しているのか、そして誰がこの人類を作ったのか、人類は本当に大自然の生み出したものなのか、人類は本当に自分の運命を支配しているのだろうか。数千年にわたり人類はこうした問いを何度も何度も発している。残念ながら
人類がこうした問いに頭を悩ませれば悩ませるほど、ますます科学への渇望が強くなった。科学はささやかな肉の欲求の充足と束の間の肉の楽しみを与えるが、人類を魂の奥底にある孤独や寂しさ、そしてかろうじて隠している恐怖と無力感から解放することなど到底できない。人類は単に肉眼で見、脳で理解できる科学的知識を用いて心を麻痺させている。しかしこれは人類が奥義を探ることをやめることではない。人類は宇宙万物の支配者が誰であるかを知らないし、まして人類の始まりも未来も知らない。人間はこの法則の中でただ生きている、いやおうなしに。誰一人逃れることができないし、誰もこれを変えることはできない。あらゆる物事と天において永遠から永遠に全てを支配しているのはただお一方だけだからである。それはかつて人間が見たことがないお方、そして人類が知ることもないお方。その存在を人類は信じたこともない。しかしそれは人類の祖先に息を吹き込み、人類に命を与えたお方である。人間の生存のために施し養い、今日まで導いてこられたお方である。さらに人類が生き残るために依存する唯一のお方である。彼は万物を支配し、天の下のすべての生けるものを支配している。彼は四季を支配し、風と霜、雪、雨を呼ぶ。彼は人類に陽光を与え、夜の訪れをもたらす。天と地を整え、人間に山々と湖、川、すべての生き物を与えたのは彼である。彼の技はあらゆるところにある。その力は至るところにある。その知恵は至るところにある。その権威は至るところにある。その法則や規則の一つ一つは彼の技の具現であり、その一つ一つが彼の知恵と権威とを明らかにしている。誰が彼の支配から免れられようか、また誰が彼の采配から逃れられようか、万物は彼の眼差しのもとにあり、さらに彼の支配のもとで生きている。彼の技と力の前に、人類は彼が実際に存在していること、そして万物を支配していることを認めざるを得ない。まあ奥が深い言葉ね。すごいわ、今まで聞いたことない。本当に神様の声よ。偉人でも言えないことだわ。御言葉には本当に権威がある。そう、御言葉はすべて権威と力があって、人間の言葉とは違う。御言葉に神の声を聞くのは霊がある生きている人。他に誰がこんな真理と奥義を明かせる？神様だけが天地万物と人類の運命を司る神の支配の奥義を明かせる、うん、御言葉をもう二節どう？じゃあ読んで。神はこの世界を創造し、この人類を創造した。また古代ギリシア文化と人類文明の設計者でもあった。神のみがこの人類を慰め、神のみが
日夜人類のことを思いやる。人類の発展と進歩は神の支配から切り離すことができない。また人類の歴史と未来は神の計画から切り離すことができない。産声を上げてこの世に生まれてきた瞬間からあなたは自分の責任を尽くし始める。神の計画と神の定めにおける役割を担いつつ、あなたは人生の旅路を始める。これまでの背景がどうであろうと、これからの旅路がどのようなものであろうと、天が備えた四季と采配を逃れることができる者は一人もおらず、自分の運命を支配できる者は一人もいない。万物を支配するその方のみがそのような働きを行うことができるからである。人が存在するようになった日から神はそのように働き、宇宙を経営し、万物の変化の規律と動きの軌道を指揮してきた。万物と同様に静かに知らないうちに、人は神から甘味と雨と露を受け取る。万物と同様に人は知らないうちに神の手による采配のもとで生きている。人の心と霊は神の手の中にあり、人の生活のすべては神の目に見られている。あなたがこのことを信じようと信じまいと、生けるものであろうと死せるものであろうと、ありとあらゆるものが神の思い通りに移ろい、変化し、新しくされ、そして消え去る。これが神が万物を支配する方法である。うん、御言葉を読んで神が万物を治める権威と力が少しは分かった？ええ。考えてみて。太陽や月の動きを決められるのは誰？季節や天候の変化を整えられるのは？国や民族の繁栄と衰退を定められるのは？人の誕生、老化、病気、死、運命を司れるのは？神様だけ。そう、そんな権威と力があるのは神様だけ。私たちの誰にも支配できないのよ。自分が生まれる家庭も、容姿も、職業も、結婚も、子供の人数も、豊かさや貧しさも、寿命も、すべて私たちが生まれる前に神様がそれぞれに予定されて、誰にも変えられない。親は教養がなくて平凡だけど、その子供が優れた才能を持っていることがある。親が高度に知的で有能でも、子供は愚かで何も達成できないことがある。そんな例はたくさんあるわね。高学歴でもいい仕事に就けず、人生で何の成果も上げられずにいる人もたくさんいる。その一方で、教養や権力や地位がない状況でも大きな成功を収める天才もいるわ。仕事ですごく成功して群を抜き、周りに評価されても、病気や災害で突然命を落とす人も多い。こういう例からわかるのは、人の運命はすべて人ではなく神様が支配し予定されるということ。そうよ。すべてを定めるのは宿命で、人ではないと言われるゆえんね。本当にそうだわ。ええ。私たちは自分の運命が神様に定められていると知らず、幸せは自分の手で作れる、知識が運命を変えると勘違いしてるの。そう信じて大きな犠牲を払い、ひどく苦しむ。知識を多く学ぶ人はいるけど、それで自分の運命を変えられるのかしら。官僚や科学者の多くは優れた知識人だし、地位も立場もあってみんなに尊敬されるけど、本当に良い運命と将来がある？人は科学者や官僚や大統領になりたがるけど、なっても心が虚しく辛いのはなぜ？権力や地位や富をめぐる争いに巻き込まれて、人を蹴落としてでものし上がろうとして、挙句は自殺や殺人が起きたりもする。
本当にそんなことを望んでるの？そこから言えるのは、どんなに立派な知識や地位があっても、自分の運命は支配できない。知識は真理ではなく、人の命になれないから。知識を真理のように求めるのはとても危険よ。実際には知識があるほど真理が受け入れにくくなる。知識があるほど野心や欲望が増して悲惨な結末になるのよ。それは人は神様に作られ、人の運命や結末、終着点は全て神様の采配だから。人には神様の権威も支配も超えることができない。これが真理であり真実よ。うん。残念なことに、神様を信じず、神の権威と支配を知るどころか、自分の努力や知識に頼って運命を変えようとする人が多くて。人が知識を追求する目的は何？ただ人より偉くなって目立ちたいだけなんじゃないのかしら。他人をねじ伏せて踏みつけ、暴君のように振る舞うためよ。それって単なる傲慢と野心じゃない？サタン的な性質じゃないの？ええ。わかるわね。これはサタンの傲慢、人類を支配して神様と対等になろうとする欲望よ。それに人類も全く同じだわ。サタンに深く堕落させられたのがこれでわかる。堕落した人類は罪に生きてる。なぜ真理を求めないのかしら。なぜ神様の出現と働きを求めず、神様の救いを望まないの？たとえどんな苦しみを受けても、真理を求めれば罪の中の苦痛を逃れる希望があるわ。こうしてサタンによる堕落、束縛、制約を逃れ、神様に完全に救われ、光の中に生き、平和と喜びを得て、有意義な人生を生きられる。ええ、神様を信じ、御言葉を読み、真理を理解すれば、神の全能性と支配が分かり、神様に立ち返って人生の正しい道を歩む。そうなれば、自分の運命を変えようともがくのをやめ、サタンの邪説の束縛から逃れることができる。もう人の運命はその手の中とか、知識が運命を変えるといった邪説に頼って生きたりしない。野心や欲望を捨て、神様の支配と采配を受け入れて従うことができる。人事を尽くして天命を待つことで、サタンの堕落と害の大部分を避けられる。真理を求め、堕落したサタン的性質を逃れ、神様の御言葉に頼って生きられれば、神様の承認と祝福を受け、神様の国に招いていただける。知識を求めても運命は変えられないって今でははっきりわかるわね。真理を求めて初めて神様の祝福と美しい終着点を得られる。真理だけが運命を変えて人の命になることができる。神様の働きを受け入れ、真理を理解して身につけることだけが運命を本当に変える道よ。全能神はまさに仰せられる。人類が良い運命を望むなら、また国家が良い運命を願うなら、人類はひれ伏して神を礼拝し、神の前で悔い改め、罪を告白しなければならない。さもなければ、人類の運命と終着点は災難となることを避けられない。ええ、よくわかったわ。人の運命は神様が支配し采配される。暮らしが貧しいのも豊かなのも、神様の予定、人には変えようがない。それに、神様が運命を支配されることを知るだけでは不十分。神様の働きと真理も受け入れないと。これで、初めて運命を変えられる。前はそれを知らなかったから、ジャールイに知識を求めさせた。知識で娘の運命が変わると思ったせいで。バカなことをしてしまったわね。神様を信じた方がいい。御言葉から真理が分かり、物事が見えてくるし、運命に逆らおうとしなくなる。これでもう混乱したり悩んだりしないし、その方がずっと楽よね。ええ。おばさん、よかった。みんな神様の御言葉からいろいろ分かったなら、神様を信じるのはいいことだね。うん、私も今から神様を信じたい。えらいわ。じゃあこれからはおばさんと一緒にうちの集会に来て。
ホンビン。ええ、薬あるわよ。うん、今帰り道。ええ、わかったわ。あら、おばさん。え、シュータを？そうよ。いつ帰ったの？おとといよ。おばさん家にお邪魔するつもりだったの。どこ行くの？うちに帰るの。じゃあ乗って行って。うん、お願い。どうぞ。助かるわ。帰ってくるの久しぶりね。本当に久しぶり。ジャルイのこと聞いたわ。今はどんな感じ？良くなってるわ。前より楽しそう。うん、よかったわ。ねえ、ジャルイを大学に行かせることは考えてないの？自然体で行くの。一流はダメだったから普通の大学でもいいわ。一流大でなくても大したことないわ。この頃中国の大学では賄賂が当たり前だし、管理は緩くて学問も偽物よ。論文の捏造と盗用もすごく多い、うん、言っても時間の無駄よ。実は考えたんだけど、ジャルイは留学させた方がいいわ。その後は帰国者として就職では有利よ。ジャルイはもう大人だから本人の意見を聞かないと。おばさん、ジャールイは一人娘でしょ。おばさんの決断で彼女の一生が決まるのよ。賛成なら私が全部手配してあげるから心配いらない。 Hello? Can I just spend some time with my family?All right. I can't believe it. What can you guys do without me? シュータはアメリカでうまくやってるな。ねえ、あなた。あ。シュータがジャールイをアメリカの大学にっていうのどう思う？それは本人に任せるべきだろう。そうね。パパ、ママ、ただいま。おかえりなさい。ジャルイ、これシュータオからのお土産だ。シュータオ帰ってるの？うん。でもどうして急に？契約の署名だ。んジャルイ、シュータオがあなたにアメリカの大学はどうって言ってた。アメリカに行きたくない。でも海外経験は貴重よ。私はこっちで信仰生活をしたい。最近は集会に行って兄弟姉妹とやり取りして、みんなすごく純粋で誠実なの。御言葉を読んで真理を話し合ってるし、落ち着いて自由に暮らしてる。みんなと一緒にいると安心で幸せに感じるの。こんなの人生で今まで味わったことない。神様を信じると真理がよくわかるの。うん、人は神様に作られ、神様を信じ神様に従って生きるべきだって学んだし、真理を理解するのはサタン的な性質から逃れ有意義に生きるため。それでやっと神様に認められる。神様を信じて従うのは正しい道だし、それがわかるのはとてもいいことよ。でも大学だって大事なことよ。ぜひよく考えて神にお祈りして。うん、自分で決めればいいわ。パパとママは束縛しないから。うん、分かった。ちゃんと考えておくよ。部屋に戻るね。よし。おばさんの決断で彼女の一生が決まるのよ。こないだメイがアメリカから帰ってきて、ジャルイをアメリカの大学にっていうの。正直ジャルイには留学してほしい。うん、でも娘は
ただ神様を信じてたいって。それ以来、このことで自分の中で葛藤してるの。知識をもっと学んで学位を取った方が娘のためになるとは思うんだけど、海外に出たら救いの機会をなくすのではという不安もあって、うん、板挟みでどうしていいかわからない。真理の理解が浅くて答えが見えない。そう。皆さんはこのことをどう思う？ウェンフィ、気持ちはよくわかるわ。信仰を始めたての時はそういうことが分かりにくいものよ。ええ、そうね。そりゃ学校に行って教育を受けるのは大事だけど、何より大切なのは人生でどんな道を選ぶか。道を間違えたら決していい結末にはならないし、虚しい人生になるわ。私たち親が子供の明るい未来を望むのは当然のことよ。でもこれだけは忘れちゃダメ。正しい道を歩むかどうかは本人次第だってこと。他人が干渉したり束縛したりしても無駄よ。ジャールイが本当に真理を愛するなら、導いて祈ってあげて御言葉を読んであげられるけど、真理を求めたくないなら大学に行かないで神様に従ってと言っても効果があるかしら。全部個人が選択することだと思う。子供には参考として助言はできても束縛はできない。子供の心理の理解を助けるのが私たちの本分よ。ええ、その通りだ。御言葉のビデオを何本か見て、ええ、真理について話し合えば答えは見えてくるわ。そうだ。ああ、ジャールイとシャオチンにも見てもらおう。それに、ええ、初めて社会科学の考えを持つようになってから、人の精神は科学と知識に占領されてしまった。それからすぐ、科学と知識は人類を支配する道具となり、もはや人が神を礼拝する十分な余地はなくなり、神を礼拝する好ましい条件もなくなった。神が占める位置は人の心の中でどこまでも低くなっていった。神の居場所がない人の心の世界とは、暗く何の希望もなく空虚なものである。そこで人の心と精神を満たすために、多くの社会科学者、歴史学者、そして政治家が現れ、そして社会科学の理論や人類進化の理論など、神が人類を創造したという真理に反する理論を述べた。こうして神が万物を作ったという真理を信じる人はますます少なくなり、進化論を信じる人の数は増加の一途をたどっている。神の働きの記録と旧約の時代の神の言葉を神話や伝説として取り扱う人々はますます多くなっている。人々の心は神の威厳と偉大さに対して、また神が存在しあらゆる物事を支配しているという信条に対して関心を持たなくなってきている。人類の生存、そして国家と民族の運命はもはや彼らにとって重要ではないのだ。人は飲食と快楽にしか関心のない虚しい世界に生きている。神が今日どこで働きを行っているのか、神が人の執着点をいかに支配し定めているのかを自ら進んで探し求める者はほとんどいない。ひどく汚れた地に生まれ合わせて、人は社会にダメにされ、封建的倫理の影響を受け、高等教育機関で教えを受けてきた。時代遅れの考え方、堕落した倫理観、さもしい人生観、
卑劣な哲学、全く価値のない存在、下劣な生活様式と習慣、これらはすべて人の心をひどく侵害し、その良心をひどく蝕み攻撃してきたのだ。その結果、人はますます神から離れ、ますます反対するようになった。真理を耳にした時でさえ、暗闇に生きる人々はそれを実行に移そうとは考えず、たとえ神の出現を見たとしても神を探し求める気持ちにはならない。こんなにも堕落した人類にどうして救いの可能性がありえようか。どうしてこんなにも大敗した人類が光の中に生きることができようか。サタンは国家政府や有名人、偉人による教育や影響を通して人間を堕落させます。そうした者たちの戯言は人間の命となり本性となっています。己を怠る者は天罰を受け地が滅ぼすはサタンの有名な格言であり、すべての人に浸透し人間の命となっています。他にもこれに類似する人生哲学の格言があります。サタンは各国の洗礼された伝統文化により人間を教育し、人類を広大な破滅の淵へと陥れます。そして最終的に人間はサタンに仕え、神に抵抗したために神に滅ぼされます。僕も子供の頃そういう教育を受けた。では御言葉をもう少し読みましょう。そうしよう。私が読む。いいわ。どうぞ。あ、はい。そんな知識とは一体何なのか、私に教えてくれませんか。知識とは、人々が知識を習得する過程で、サタンが人々に教えた生存の法則ではないでしょうか。サタンが人間に吹き込んだ人生の高尚な理想ではないでしょうか。例えば、偉人の考えや有名人の聡明さ、英雄の気概、武侠小説の侠客や剣術家の胸骨と親切心を考えてみましょう。これらは世代を超えて影響を及ぼし、各世代の人々はそうした思想を受け入れて、そのために生存し、永遠にそれを求めるよう仕向けられます。これがサタンが知識を用いて人間を堕落させる方法で、手段です。サタンが人々をこの道へと導いた後、人々はまだ神を礼拝できますか？サタンが人間に吹き込んだ知識や思想は、神を礼拝することに何か関連していますか？真理に属する何かがありますか？神を恐れ、悪を避けることに関する何かが含まれていますか？人間の知識に含まれるのは、単純な文章や理論だけではありません。知識には、ある種の理念や視点に加え、人の馬鹿げた観念やサタンの害毒も含まれています。一部の知識は人を惑わし堕落させますが、そのような知識はサタンの害毒であり、悪性の主要です。人がそうした知識を受け入れるとき、それは心に入ってその人を堕落させ、その知識の虜にします。したがって、人が知識を得れば得るほど、またそれを把握すればするほど、その人が神の存在を信じるのは難しくなり、代わりに神を否定したり、神に反抗したりします。知識は目に見える唯物的なものであり、この世で見たり触れたりできる物事を研究して把握するよう、あなたに教えるものだからです。知識はあなたに問題の根源を把握させたり、それと霊的世界との関係を分からせたりすることはできません。人が把握している知識は神の言葉と対立しており、神の言葉の真理と真っ向からぶつかるものです。どういったものであれ、そのような知識は人に間違った感覚をもたらし、その人を神から遠ざけます。あなた方が信じようと信じまいと、
今日受け入れようと受け入れまいと、あなた方はいつかこの事実を認めます。知識は人を破滅に追いやり、地獄へと導くことができます。あなた方はそれを完全に理解できますか？そうだ。サタンは知識を使って人に思想や理論を吹き込み、惑わし堕落させる。そう、その通りね。御言葉で明かされなかったら絶対気づかないわ。そうだな。サタンはいつも人に学んで知識を得て、知識で運命を変えろと教える、うん、でも知識の追求もサタンの作戦じゃないか？そうだわ。全能神の御言葉はサタンがいかに知識で人類を堕落させるかを明かし、この世の悪と闇の原因をはっきり見せてくださる。なぜこの世はどんどん暗く邪悪になるのか。人が知識をあがめて神様を否定して離れていくからよ。真理と御言葉を愛する人はとても少ない。そうだ。全人類が真理を求め神様の働きを受け入れれば、この世に光が現れ、みんなおのずと幸せになれる。そうね。以前の私たちにはこの世の闇と悪しか見えず、人類は堕落し大敗していったけど、その根本原因のありかが分からなかった。理屈では教育を受ければ受けた分だけ知識も豊富になって、道徳的にも立派な人にならないとおかしいはずよ。ああ。ではなぜ人類は邪悪になるばかりなの？今日御言葉を読んで、これがサタンによる堕落の結果だと分かったわ。そうだ。人類の知識の多くはサタンの堕落と毒や無神論、唯物論、進化論というような邪説や、サタンが広める格言から生まれる。この世に神はいない、救世主はいたためしがないとか、 あと頭で働くは支配者、手で働くはしもべ、ただ学問のみが高尚である。それに知識が運命を変えるや、人の運命はその手の中もそう。そうよ。上智と家具とは移らず、出世して先祖に栄誉をもたらす、この二つもだ。こうしたサタンの毒と法則の種が人の霊の奥まで植え付けられると恐ろしい結果になるわ。神様を否定し背くようになり、知識と努力で運命に逆らおうとする。性質はますます傲慢で尊大で不遜になり、横島で狡猾で欲張りになる。富や地位を得るためには何でもするようになり、騙し利用し合い、乱暴に争い、良心も理智も人間性もモラルも捨ててしまい、堕落した人類はますます狡猾でひどくなるばかり。悪魔の化身サタンの同類になる。サタンが知識で人を堕落させた結果じゃないかしら。人は知識をあがめて求めるほどサタンに毒され、堕落が深まり、神への抵抗もひどくなる。誰もが見てきたことだが、知識のある人ほど傲慢で尊大で抜け目なくなる。陰険でずるく、いつも悪巧みする。そうだ。共産党幹部という魔王たちのように、ほとんどが知識人で、政治ごっこをする陰謀家で野心家だ。地位や名誉、利益のため、人類を永久に支配するために汚い策略で人を抑圧し、殺しだってする。神との戦いはとても楽しい、地との戦いはとても楽しい、人々との戦いはとても楽しいという思想も広めている。あちこちで争いを起こしては全地上を怪我して人が住めなくする。確かにそうね。この魔王たちは地上を支配しようと科学知識を使って核兵器や誘導ミサイルや化学兵器を作った。そのため人類は滅亡の危機に瀕している。これこそ人類が知識をあがめて求めたことの害悪じゃないか。分別のある話を聞いてその通りだと思うよ。もしかしたら村の入り口で村長と警察が住民の家を回って、神を信じないという誓約に署名させてるわ。まずい、もうすぐここにも来る。どうすればいいの？ここで集会したら危ないわ。出て行かないと。リーさんの家に行きましょう。さあ、こっちに行くわよ。
早く。リーさんが外で見張っている間に倉庫を片付けてって。それが済んだら安心して集会を続けられる。ええ、チョウ君、行こう。ジャルイ、話し合いどう思った？チャン君、椅子を探してくる。話し合いは良かったよ。分かりやすくてとても勉強になった。神に感謝ね。神に感謝。ええ、神に感謝。あの、チャンさんは先生で大学院を出てるんですね。そんなに勉強してきて知識についてどう思うか教えてくれませんか？うん、私も聞きたい。いいとも。まあ、知識による堕落について言えば、僕もその犠牲者だ。神を信じるまでは、ただ学問のみが高尚であるとか、頭で働くは支配者、手で働くはしもべとか信じきっていた。そんなサタンの毒が染みついていて、知識を本気であがめていた。読書して知識を得なければ、偉くなって将来をよくできないと思って、とにかく猛勉強したんだ。卒業後は、一流の国立中学の教師になり、やがて校内トップの教師になって、優越感に浸っていたよ。自分は知識と才能があるから貴重な人材なんだって。非常に傲慢で尊大で、自分より学歴の低い人たちを見下してた。すると周りの人がだんだん離れていって、口も聞かなくなった。しかも教師の間では昇級のため業績評価制度があったから、陰謀や計略は毎度のこと、互いを警戒して。足の引っ張り合いが絶えず、腹心の友と呼べる人もいなかった。何度も自問したよ。知識もあるし、名声もあるのに、どうしてちっとも幸せに感じられず、むしろ辛いのかって。それで？それから終わりの日の全能神の働きを受け入れたんだ。御言葉を読んで、真理をある程度理解し、知識に惑わされ堕落してたと初めて分かった。ちょっと知識があるからって傲慢で尊大で人を見下してた。誰とも仲良くやっていけなかった。特に神の働きを経験する過程で、よく知らないうちに知識に基づいて御言葉を評価したり分析したりして、御言葉に偏見を持ったり観念を抱いたりするようになった。真理を理解し受け入れるのは難しかった。僕より低学歴の兄弟姉妹の方が御言葉を純粋に理解できていた。真理を素直に受け入れて従い、聖霊の開きと照らしを得ていた。その時この御言葉の意味を悟ったんだ。あなたが神を知り、神の働きを経験するとき、知識は壁になり得ます。知識はあなたが神に近づきにくくし、あなたを神から引き離すとともに、神が行うすべてに対し、あなたが知能と知識を用いて取り組み、分析させることができます。自分の知識の害に気づいたとき、僕は意識的に自分を捨て、真理を求め、御言葉を受け入れて従うことに専念し、それに基づいてものを見た。少しずつ知識に込められたサタンの毒を見極めるようになり、自分の中のサタン的性質もある程度自覚し、以前ほど傲慢でも独善的でもなくなった。家族や友人、同僚や生徒とも正常に付き合えるようになった。みんな僕が変わったと分かると、親しみを持って話しかけてくれるようになった。それが何よりも嬉しかったよ。素晴らしいわ。神様に感謝。神が表された真理のおかげで、僕は変わり、知識の呪縛を逃れることができ、自由になれたんだ。これはすべて神の恵みと祝福なんだ。神に感謝。僕は自分の経験から実感した。真理だけが人を清めて救い、人の命になり、真理の追求が人生の正しい道だと。素敵ね。あなたの経験は実際的ね。何よりも真理を理解しないと、
神様を信じないとそういう経験や理解はできない。神様を信じず、御言葉を読まず、ただ知識を求めるなら、知識による堕落と害の深さもわからないし、名誉と地位に執着したままよ。真理なしでは、極度に無知のままで、正しい道を歩むなんてできない。そうだ。全くその通りよ。こういう話し合いがないと、シュウさん、全くその通りだ。神を信じない人は、知識と学問に頼って運命を変えようとし、どれほどサタンに堕落させられても、全然自覚しない。真理がわからないからだ。うん、僕も知識がないと地位も得られないし、運命を変えるのは知識だけと思い、無我夢中で勉強し知識を求めた。名声や地位を求める気持ちは強まり、権力者への憧れと野心もますます膨らんでいった。でもそれがどこから湧いてきて、その結果どうなるのか全く知らなかった。今では官僚たちの闇と争いがよくわかる。そこは人を切り刻む世界で、みんな目的のために手段は選ばない。心狭き者は君子にあらず、悪徳なき者は人にあらずとか、生きては秀才、死しては優れた鬼とか言うし、挙句の果てには魔王となって、全員が神に罰せられる。最後はどうなるか想像できるだろう。彼らは破滅の道を歩んでる。官僚としての人生の闇を見て、正しい道じゃないと感じたから、僕は真の道を求めるようになって、その後、神の御言葉を多く読み、真理を少し理解し、知識を一番に求めることの危険が初めて分かった。知識があるほど人は傲慢で、尊大で、野心を抱く。うん、幸い僕は、全能神と御言葉による裁きと清めを受け入れた。人生の正しい道を歩むには真理を受け入れるべきだとその時分かった、うんうん、神が真理を表して人を清めて救う意義も体験した。そう。神の信仰者として僕たちはみんな実際に体験したように、真理を求めて理解するほど神から来る良いものが分かり、サタンの数々の哲学や論理、邪説についても、知識、名声、地位などのサタンが人を堕落させる道具についても判断できる。こうしてサタンの試みと誘惑を避け、サタンの惑わしと堕落と害を逃れることができる。真理を理解すると、人生、世界、様々な人や物事の見方が変わる。価値ある人生を送るには、何を求めるのが有意義かわかる。真理がわかれば、神が人類の運命を支配されることが理解でき、神の支配と采配に従うことができ、運命に逆らう傲慢さがなくなる。そうね、そうだ。これで霊的に安定して支えを得られる、うん。真理を求め、神の要求通り正直者を目指せば、神を崇拝し、恵みを得られ、心に平安と喜びを感じる。うん、最高に幸せな人生じゃないか。そうだ。そうだ。そうね。それ以上幸せな生き方はないわ。うん、見言葉を一節読もう、うん、じゃあシュウさんどうぞ。人間は神を知り真理を備えている場合のみ光の中で生きます。また自分の世界観と人生観が変わった場合のみ根本的に変化します。人生の目標があり真理に従って生活し、神に完全に服従して神の言葉に従って生き、確信と照らしを魂の奥深くで感じ、心に闇がなく神の面前で完全に自由に、そして制限なく生きて初めてその者は真の人間の人生を送り、真理を備えた人となります。加えてあなたが備えている真理は全て神の言葉と神自身に由来します。全宇宙と万物の支配者たる至高の神が真の人間の人生を送る真の人間であるとあなたを承認します。これ以上に有意義なことがありえますか。そのような人が真理を備える人なのです。いい御言葉をもう一つ見つけたわ。ジャール読んで。うん、ここよ。その人の人生に対する見方、存在意義、また存在の基盤が全く変わり生まれ変わり、そして全く異なる人になる日が来るのを経験するなら、これは驚くべきことではないでしょうか。それは大きな変化であり、すべてを覆すようなものです。名声、利益、地位、富、快楽、そして世の栄光が重要ではないと感じるようになって、
それらを苦もなく手放すことができるようになって、初めてあなたは真の人間らしさを持ちます。最終的に完全なものとされた人々は、真理のため、神のため、そして義のために生きるような人々の集団です。これが真の人間らしい姿なのです。アーメン。ああ、実にわかりやすい。ああ、御言葉を聞くと心が明るくなる。それがたどるべき道なのね。そう、神の御言葉は真理よ。ねえ。うん、みんな感じたね。ええ。御言葉を読めば心が晴れ、真理がわかって物事がよく見える。ああ、迷える人には道を示さないと。ええ。ああ、御言葉を読めば神が注意を促し、道を示し、真理を理解させてくださる。ええ、人の言葉には価値がないし、どんなに立派な理論も真理じゃない。そうね、だから御言葉を読まないのは最も愚かで無知なことだ。本当にそうね。神を信じて真理を求める価値をみんな分かったね。真理とは尊い。人が生きるべき道をはっきり示すだけでなく、人の中の堕落を清め、人の命の性質を変える。真理を得て真理を生きてのみ、本当に有意義で価値ある人生を生きられる。神の祝福を得ることは人生で最も尊い、知識によって得られるのはいい身分だけなんだ。官僚になって権力と地位は得られても、堕落した性質を直さずに権力を持てば悪事を働き、引き返せない道に進んでしまう。そうね。だから真理の理解が人生で最も大切なんだ。光の道を歩むには神に従わないと、ね、最後には神の救いと美しい終着点を得られる。それだけが本当の幸せだ。真理の追求が最も大切なのね。真理の理解ってそんなに大事なのね。全くその通りだ。以前は知識があればいい仕事や立場を得られ、人に褒められ認められ尊敬されると思ってた。だから娘には将来のために有名大学に受かってほしかった。でも神を信じ御言葉を読んでやっと分かったよ。知識は真理じゃない、人を救えないんだと。知識はサタンから来るもので、知識があるほど人は堕落し、生き方が悪魔のようになり人間離れする、特に政府の官僚や権力者たちは知識があるけど人間性が誰よりも堕落していて邪悪だ。みんな底なしの欲張りで権力と利益をめぐってぶつかり合う、そうだ。上の梁が曲がれば下の梁も歪むというように、庶民はどこまでも官僚と同じ道をたどる。そうね。世の中はますます暗くひどくなり大敗している。政府官僚や権力者が人々をそう誘導しているから。そうだね。知識の追求は引き返せない破滅への道だと分かったよ。神を信じて真理を求めてのみ、サタンの惑わしと堕落と害を逃れ、人間らしく生きて神の祝福を得ることができる、そうだわ、素晴らしい。神に感謝ね。本瓶はよくわかってるわ ね。 そうね。皆さん、私も知識がどれだけ堕落と害を及ぼすか経験しました。この数年間母に言われたので勉強したのですが、実は私自身も知識が大事だと思ってました。トップの成績といい大学を目指してずっと勉強しました。人に追い抜かれるのが嫌で寝る時間ももったいないと思ったぐらいで、本当に惨めで疲れる生き方でした。今日皆さんのお話を聞いて分かりました。サタンにもてあそばれて堕落したからこうなったんだって。私はもう十分教育を受けたから知識は求めたくないです。知識は真理じゃないし、知識で地位を得ることができたとしても官僚になることは本当の将来じゃない。神様の御言葉だけが真理です。まずは真理の理解を。そうね。これからは神様を信じ真理を求めたいです。だわ、神に感謝。じゃあルイ、それでいいのよ。パパもママも応援する。今日は全能神の御言葉とみんなの話を聞いて心がずっと明るく感じる。全能神を信じず御言葉を読まず話を聞かなかったらこの真理は分からなかった。神に感謝。知識の追求が危ないことが分かったわ。知識を求めて立場を得られても真理は得られない、それは神様に逆らう堕落した人で、ついには地獄で罰せられ、運命も終着点も良くならない、真理を求めて神様に従い神様を崇めなければ光の中に生きて本当の将来を得ることはできない、これからは神様を信じ神様に従い、
どんな迫害や苦しみがあっても神様に頼ればどんなことも切り抜けられる。神様に従えば真理が分かり人間らしく生きられる。それこそが有意義な人生で神様の承認への道なのよ。神の導きに感謝ね。おかげで知識の危険が分かり有意義な人生が何か。ママ、朝ごはんよ。何してるの？私たちの体験を書こうと思うの。どうかしら。いいわね。一緒に書こう。ん？愛しい。書くこといっぱいあるね。私の子よ、ママは、あなたの幸せを思って生きる。時には、勉強をしろと叱る。善と有望で秀でて欲しくて。ママ愛してくれるのはわかるけど、私への欲求が多すぎて、とてもで。今年の全国入試で我が省からは5名の成績最優秀者が出ました。5名とも一流大学入学基準160点以上の成績です。では高得点など幸福で一度のテストで人生がこの先変わるのでしょうか。今見言葉を読んで私は真理を知った。言葉の